歓喜の5番松浦裕二、このサマーナイトは連続優勝中の松浦が最後方で前を追っていきます。さあ前を並んだ中で残り2周切りました。北日本勢と関東勢強引に6番の菊池武人が前出ていきましたが、ただ8番の平原光太が追っていけずに短期になってしまったか。6番の菊池今打勝です。番手から踏んでいく9番の新山恭平、そして8番の平原、2番の新田、前段ラインが崩れていまして1番の脇本雄太はじっと構えて後方7番手。最終周回です。短期の先行になっています。9番の新山恭平、後ろは6番の菊池武人がはまって追走なんですが、一気にまくってくるか。2番の新山、いや2番の新田雄大と1番の脇本雄太共にまくってくるが、1番の脇本雄太が前を一気に乗り込んできそうだ。7番の古書離れている。短期になってしまった1番の脇本雄太先頭に変わってくる。2番の新田雄大、4番の森沢ですが、1番の脇本雄太圧勝で合輪。あとは接戦。残りは2周回となっていきますが、神奈川勢来ました。前に変わっていくのは6番の北井由紀、4番の和田まくるのマークで、後ろからは5番の増井来ました。増井匠が打賞前抑えてきました。関東勢3人、まもなく打賞です。今この時点で9番の新田雄大後方8番手ですが、3番の清水来ました。清水追い上げてきましたけれども、2番平原のガードもありますが、先行は5番の増井匠。残り1周回並んでくる3番の清水、そして9番の新田雄大来ました。激戦です。先頭は5番の増井匠先頭ですが、さあ後ろからまくってくる9番の新田雄大、最終の2コーナー先頭は5番の増井、これをかわしていく、まくり切っていった9番の新田雄大先頭。追って1番手は森沢太、北日本勢、その後粘るのは5番の増井、粘って2番は平原光太、混戦模様直線コース、先頭は9番の新田雄大、新田先頭、2番の平原並んで合輪、新田と平原光太、接戦のゴールになりました。前からは3番新山恭平、別線を警戒していますが抑えまして、7番車佐木勇気、ただそこを突っ張りました3番の新山、7番の佐木勇気もそこを絡んで抵抗してるんですが、一旦引きました。3番手前は3番の新山恭平と4番小松崎太一、打賞です。そして中段ですが、9番の松浦裕二、1番の山田、今2番の古性優作は7番手、その古性が上がってきました。残りはあと1周です。2番の古性優作一気に来まして、3番の新山恭平をまくり返してかわしました。先頭変わって2番の新、ここは古性優作、6番の稲毛のマークですが、まくるのは9番の松浦裕二、一気に松浦裕二が最終バック、2番の古性優作をまくり切ってきました。前変わって9番の松浦、追って2番は古性踏ん張って、その後は1番の山田秀明、3番手直線コース、9番の松浦裕二が快勝です。合輪1番車山田秀明、7番の佐々木勇気3着のようです。人気は1番の脇本雄太、まずそこを抑えてきました3番の犬伏雄也です。残りはあと2周、前からは7番の菊池武人、関東勢前に行っていますけれども、短期の8番は山口健也、動くのは3番の犬伏、後ろからは5番の松井光雄も来ましたが、さあ突っ張りました7番の菊池武人、そして3番の犬伏も動いてきました。並んでくるか。1番の脇本はじっくり構えて後方の8番手。最終周回です。激しい攻防になっていますが、3番の犬伏雄也が7番の菊池ともがき合っている。菊池武人、3番の犬伏雄也、犬伏ができていますが、後ろからは5番の松井光雄来ている。松井と2番の郡司康平、最終バック、あと1番の脇本雄太、一気に脇本がまくり去ってきました。脇本先頭に変わって、あとは混戦模様、2番手以下は5番の松井光雄や8番の山口健也、先頭圧勝、1番の脇本雄太合輪、2着は8番の山口健也。
そして1番の児玉葵は後方の位置、5番手から先月の G1 パールカップを含めて近況ずっと1着を取っています。有言実行の児玉、昨日500勝を決めて今大会初制覇も狙っていきます。残りはあと2周さあ動くのは3番の石井弘子、上がっていきます。そして1番の児玉葵、後ろには7番の小林莉子がつけていくでしょうか。最後方からは2番の野口由美香、野口も動いて今打賞、ガールズの決勝戦、今ジャンが鳴っております。1番の児玉葵、まだじっくり構えているか、じわっと上がってきましたが、前からは4番の吉川美穂、そして最終ホーム1番の児玉葵が先行で行くようです。残り1周回前に出ました。1番の児玉葵の逃げになりまして、2番手は6番の久米歌が続いてくる。そして4番の吉川美穂が3番手、あとは3番石井弘子と2番野口由美香、最終バックを通過、先行1番の児玉葵、児玉が逃げて2番手から抜きに行くのは6番の久米歌、久米がかわしに行く。そして4番は吉川美穂、前かわした6番の久米歌、久米歌優勝、ゴール、静岡の久米歌優勝です。この大会サマーナイト3連覇へ、この決勝戦は脇本の番手を回ってチャンスを狙っていきます。松浦裕二、そして5番は山田秀明が今年も決勝に乗ってきています。残りあと2周回です。1番の脇本雄太、後ろからさあじわっと上がっていくでしょうか。2番松浦裕二のマーク、さあ前からは4番佐々木勇気もペースを上げて、ここは突っ張っていくでしょうか。今打賞、サマーナイトの決勝戦、前から関東勢4番佐々木勇気突っ張って逃げていますが、1番の脇本雄太ももう来ています。最終ホーム、脇本が力でここは圧倒していくようです。4番先も抵抗するんですが、前で切ってきました。1番の脇本雄太、後ろはしっかりと追走、2番の松浦裕二、3番手は7番の松井光雄、回って最終バック、後ろから3番新田雄大、新田も来ていますけども、3コーナー回ってくる。1番の脇本先頭、追って2番は松浦裕二、7番の松井光雄迫って直線越し、最後は抜きに行って2番の松浦裕二、3連覇ゴール、サマーナイト3連覇、広島松浦裕二優勝です。Oh!